ードとなりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。前半戦から優位に進めていこうとしています。2番バッター今宮、ホークスこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。二塁はセーフ。まずは見送ります。ワンボール。アウトコース、これは見送ってボールです。次が3球目、外の高め振っていきます。インサイド詰まりながらもセンターへ、ここはフライになっています。センター掴んで2アウト。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。バッター坂倉、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ホークス2点を追加しています。2回の裏3対0、ソフトバンクホークスのリード広がっています。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。最初は変化球できました。ボールになります。インハイ決まっています。ここは157キロを計測しています。ボールになります。高めのボール打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。ホークス2点差に詰め寄られる一発を浴びました。高めに浮いてしまったストレート、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ホークス点差を詰められます。3対1。ここで一発を浴びてしまいました。これで2点差まで詰め寄られています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。これで2点差に迫られました。バッターは DH 初期、ホークス追い上げられています。初球空振りです。2球目は何で来るか。あー、いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。一二塁間を破る。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って秋山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような、流しました。これはどう、三遊間抜ける。これで3連打。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは2番矢野。ホークスこの回1点を返されています。さあリードを2点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ここはゴロを出したいですよね。そうですね。バントしました。あっと、取ってアウト。
決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁一塁。まずはストライク。これが2球目、内へズバッと投げ込んできました。インコースまっすぐ、里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。見逃しで三振を奪います。まあここはツーアウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振でツーアウトとなっています。ランナーは変わらず二塁一塁です。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね、さあ気をつけていきたい。小園が打席に入っています。さあ2球目は何か、中へ決まってこれはストライク。150キロ、ふわふわっと上がった、掴んでスリーアウト。反撃はここまで。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。3対1、カープが追い上げを見せています。これから3回の裏、さあホークス、この回は4番から始まります。バッターは山川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ホークスリードで迎える3回の2球目打ちました。この打球はフライになっています。サードが構えます。取ってワンアウトです。打順は5番近藤。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球ボール、ストライクです。ボールになります。4球目は何で来るか。体に近いところ、これが5球目。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。3ボール2ストライクです。見逃し三振、2アウトになっています。バッターは6番栗原。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。2アウトランナーありません。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。3回終了3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。4回の表
ハイは4回の表追いかけるカープの攻撃。バッターボックスには5番末永。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ホークスリードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいです。2球目打ちました。この当たりはどうか。打席には6番バッター坂倉。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。スライダーが決まります。ノーボールツーストライク。打ちました。セカンド取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは7番うぐさ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。2球目打ちました。ここは打ち上げています。モイネロが抑えて3アウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1ソフトバンクホークスがリードしています。打席には7番バッター川村。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。カットボールできました。あっという間に2ストライクです。打ちました。取った。一塁へ送ります。タッチはアウト。これでワンアウト。打順は8番甲斐。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球は空振りです。打ちました。矢野アウト。2アウト。バッターボックスには9番広瀬。先ほどの打席で打点を挙げています。まあできれば打って決めたかったでしょうけどね。ここはいいバッティングをしてアピールしたいですよね。期待しましょう。2アウトランナーありません。初球ボール。次が2球目。外を狙っていきました。ここは落としてきました。落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナーが出ました。ソフトバンクホークス2アウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター柳町。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。
いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。インコースを厳しく攻めます。これはどうだ。菊池一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。4回終了3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。里崎さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんですか。まずは先頭バッターを出さないように注意して毎イニング投球したいですよね。はい、丁寧なピッチングに期待しましょう。まあここは臭いところも手を出すか。三振になります。